昨日の試合は西会津町マッチデーとして行われ、会場では西会津町の農産物などが販売されました。福島レッドホープスは新潟アルビレックス BC と対戦し、タレントのデヴィ夫人が始球式を務めました。試合は雨で一時中断しましたが、迎えた8回裏、2点を追うホープスは6番のサンタナ。タイムリーヒットで1点を返すと、7番の牛丸の打球をピッチャーが落とし、同点に追いつきます。しかしこの後追加点は奪えず、時間の規定で8回で試合は終了し、ホープスは引き分けました。